最高デーというところで鳥栖の選手たちがそういう、ね、記念のユニフォームを着用した状態で主審の笛でさあ前半のキックオフです。2020明治安田生命 J1 リーグ第21節サガン鳥栖対浦和レッズ、ゴール決めて以来、まあ、チームとしてゴールがない状況です。さあまたゴール前にボール運んでいく関根、関根からこれただまだ関根キープする、関根直接狙っていった関根の左足わずかに、浦和は杉本を入れて関根のいたところに武藤が回るとこういう形になります。興梠と杉本の2トップです。2020明治朝岩波との攻防でしたが、お杉本うまくつなぐ、さあ武藤だ、興梠杉本に通ればチャンスになる、浦和杉本戻す、マルティノスだ、マルティノス浮かせて飛び込んできたのは宇賀神、いやー宇賀神ちょっとボール抜きを利用するようなシュートでも中井さん、はい、よかったかなと、面を作ってっていうところあってもよかったのかなと思いますけどね。林ここ失わない、林 PK を得ました、林粘り勝ち、ここでボール持って、まあ、ここで相手両方とも多分もつれてますけれども、はい、まあ、多分その前に常にこうここで多分早めに倒れていたら PK はなかったと思うんですけども、はいはい、まあ、ここでこう少し相手の、あっと跳ね返った、ここは外れます、西川も触った、あ林ここは決めきれずいますが、まあ、これ西川がやっぱりわずか触ってますし、はいはい、あのグランダのところでよく指先でコース変えましたけども、下を向いてましたからね、はい、さあただここ原のヘディングシュート、まあ、本当に過密に行って、まあ、5人の交代枠ある中で交代選手というのも非常に大きなポイントなんですが、共に選手を入れ替えながら、今度は金森、これ勢いある、金森中に送る、あっとただまだあるか、森下の左足といえばもうミスからの失点というのも今シーズン見られますので、はい、本田自ら中に来なく、本田、いや左足、ここは勝負にいった本田、あここは杉本うまく体を入れてマルチノスだ、サウラーマルチノス入ってきたぞ、マルチノス出した、イルキ4試合ぶりのゴール、アレンズはイルキ体ごと押し込みました、モンドリ打ってイルキです、浦和先制、4試合ぶりのチームとしてのゴールです。まあここでコントロールした時にマルチノスがここ長い距離走ってこのファーストコントロールでうまく侵入したところ、このアウトサイドでキーパーとディフェンスの間の別妙なところに流し込んだところ、はい、まあ、ここに対してこの相手よりも前に入れたゆるきのスピードとフリーランニングコース取りも完璧だったと思いますし、まあ、このゴールによってよりぐっと勝ち点3に近づいたと思いますし、はい、ゴール後のパフォーマンスがやっぱりここ3試合点が取れてなくて、ここ負けていたっていうところのストレスっていうところがすごくこの柏木を見てると、ここで試合終了の笛、浦和レッズが4試合ぶりの勝利、ホームで3連敗3戦連続無得点でしたが、今日は4試合ぶりのゴールが生まれ、そして勝利も4試合ぶり。